皆さんこんにちは、つなぐ京都の、森田俊也です。今日は、元イスラエル兵のダニー・ネフセタイさん、はい、お招きしました。お世話になります。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、ダニーさんはね、まあ、ご存知のように今、パレスチナのガザにですねイスラエル軍がすごい攻撃をかけていて、もう2万人超えたんですよ。2万2000とこの間の、うん、死者がね、うん、でここ数日間でも1日100人以上が、はい、まあ亡くなってる、殺されてるっていうね、はい、事態の中で、まあ、ダニーさんは祖国が襲われても絶対にフォーク戦争反対ということを言われていて、まあ、僕ともね何度もあのお話をしていて、うん、何度もトークバトルっていうのをやってるんですよ、うん、であの平和の思いを共にしてきたので、はい、今日は、ダニーさんをお招きして福山和人さんとお話をしていただきたいと思います、はい、よろしくお願いしますということでこの場を設けました。じゃあまず最初にダニーさんから、はい、うん、あのちょっと元イスラエル兵って言うとね、皆さんそれだけ言って、うん、えっていうこう言いますね、うん、あると思うんで、そこをちょっと話してください。そう、これは実はちょっと嘘がある。なんでかというと、イスラエルはチョイス制があるから全員は元イスラエル兵、うん、そうですよね。そうなんですよ。そうなんです。そうなんです。そうだけど、いや、まあ、やっぱり元イスラエル兵っていうとやっぱりあなんか、まあ、経験もあるし、みんな日本人の普通の人にのない経験もあるし、うん、だから嘘じゃない、うん、イスラエル兵は私は3年勤めてて、私は空軍だったけど、まあ、元イスラエル兵で、そう、チョイスって言ってもイスラエルの特徴とは何かというと、女性も行きます、うん、男性は女性も全員ですよね。女性も全員、うんうん、男性は3年間で女性は2年間、うんうん、でこれはよく私聞かれる、これ例えばじゃあ違和感はないの、軍隊に入る、だからこれはイスラエル人から見て全くないの。これ例えば私は答えとして、じゃあ日本人は中学から高校に入る違和感ないないないでしょなるほど。これと同じ、イスラエルはもう小中高633で、その後軍隊3年、うん、もう遅いコース、うん、6333、うん、一つも疑問がないの、うん、でこれ私たちの教育の中で先輩たち私たちを守ったと同じように、うん、今度私たちは後輩を守る番、うんうん、で徴兵制だから当然軍隊の中にスター系の人もいる。だって全国民は右派じゃない。だから本当軍隊の中も半々。じゃあなんでスター派の人が軍隊に入るか、いや別にアラブ人殺したいからじゃなくて国を守る私の義務、そこは全然それは矛盾は感じないの。もちろん私戦争反対、例えば軍隊にいながら週末うちに帰ると戦争反対のデモに行く人いるの、うん、軍隊にいながら。ちょっと日本で考えられないことだけど、本当に聞かないと分からないね。そうだから軍隊の中でも戦争反対の人いっぱいいます。あ私もそうだったけど、でもじゃあ軍隊や拒否しようとか全く考えなかった。とにかく軍隊ってそういうもんって。うん、はい、はい、じゃあ、うん、福山さんそんなの聞いて、うん、そうですね。いやダニーさんのような方が、うん、まあ、イスラエルの中にもね、うん、いらっしゃると、いうことは本当になんか、希望を感じる。そうですよね。はい、お話だと思いますね。はい、まあ、日本にいるとどうしてもなんか物事の断片ばかりがこう伝わってきて、まあ、イスラエルの方っていうのはみんなもうパレスチナを叩き潰せみたいな ね、まあ、そういう発想でいらっしゃるのかなっていう、まあ、誤解もどうしても持ちやすいし、うん、はい、そこで世界的にちょっとね、うん、ユダヤ人差別とかね、うん、そういうことも起こってますよね。そう、うん、そう、イメージとしては本当にイスラエル人は朝起きて朝ごはん食べてよし今日何人殺すとか、いや、まあ、そういう人もいるけど、もちろん、まあ、どこの国もそういう人もいるけど、そうそう、どこの国もいる。そうだけど大抵の人、大抵、まあ、イスラエル大体は右派と左派半々ぐらい、イスラエルの人口、うん、だからいつも選挙でややこしいけど、うん、つまり軍隊の中の半分の人は戦争反対、うん、で国の中でも半分の人は戦争反対。ただし戦争が起きるとそこでまた動くの、うん、普通中道とか左派でも戦争が起きると全国民がまず軍隊を応援します、うん、まずイスラエルのやり方は正しいということに移るの。でだん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 戻るけど、うん、今回はイスラエルは10月7日にイスラエル人1200人も殺されたから、まだ今回その戻りが少ない、うん、
2008年と2010年にイスラエルも大攻撃してるけど、その時は大体イスラエルが1000人ぐらいのパレスティナ人を殺した後、まあ、それもひどいことだけど、その時から少しずつもうやりすぎやりすぎという声が上がり始めたの、でも今回は2万2000人殺してもまだやりすぎという声が上がらない、だからなるほどね、サハの人も今回すごい混乱の中でいるし、私は専門家ではないけど、なんか全国民が PTSD にかかるような気がする。もう論理が取らない、とにかくハマス潰すを、ハマス潰すために何殺してもいいという、で普段はハマス潰すのはいいけど一般市民はダメって言ってる人も、いや今回は関係ない、とにかくハマス潰すため何をしても大丈夫ですっていうことになっちゃったの。まあ、だから、まあ、イスラエル の、 あのスポークスマンの方が、その民間人の犠牲がなかった戦争というのはこれまでにないのだというふうな言い方で、民間人の方 の、 その犠牲を、まあ、合理化というか正当化するような、政府のやつを発表されているのを、これ日本のテレビ局で生で多分インタビューに答えてそういうことをおっしゃったのを聞いて、まあ私はちょっと驚いてしまったんですね。でまあ早くそういう意味で言うと、まあ、ある種の魔法みたいなものが解けて、お互いに冷静な議論ができるような環境ができればいいなと願いますし、まあ、そういう意味で、ダニさんみたいな方の存在というのはすごく大きいのじゃないかなと思いますよね。だからイスラエルの軍のスポークスマンは正しい、戦争は必ず一般市民も犠牲になる、だから戦争だ、だからこの解釈は違う、そう、そうですね、そう、絶対そう、事実、そう、だからそう嘘ついてないの、そこは悲しいところだけど、その解釈はじゃあ仕方がないじゃなくて、じゃあ戦争というのをやめましょうということに、たどり着かないとおかしくなられます。さっきのね、PTSD の話でね、ダニーさんに、ダニーさんの妹さん、イスラエルに住んでる、その周りだけでも50人の、私の妹はガザから30キロしか離れてないところにいてて、彼女、その地域の福祉の部長やってるの、だから、あっちこっちいてるの、その地域のいろんなところで、つながってる人いっぱいいるし、で、自分がよくしてる50人亡くなって、その中、自分が一番よく付き合った家族4人、親子4人が亡くなったの、一番仲いい友達の親子4人全員殺されたの、だから、初めの頃はもう毎日、何回も何回もお葬式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 で、その後はもうケアケアケアって感じで、もう本当に今でももうほとんど 寝てないっていう感じで、よくね心理的に持ってるって感じ、まあ、もちろんガザの人はそれの100倍の苦しみあるけど、だからその妹に私は、いや、まあなたたち間違ってると言っても仕方がない、これはなんか私から見ると今例えばうつの人に何あなた仕事行かないと、いやこの人はこういう仕事行く状態でもないし、仕事はなんであなた行かないと言うともっと行かなくなる、でそれと同じ状況、今イスラエルの国民のほとんど、世論調査ではイスラエルは普段から国民の 15% は PTSD、 これ普通の普段から、ね、普段からで、今回は2ヶ月で、初めに2ヶ月で 30% になったの、前になったの、つまり国民の3人に1人はPTSD、 これはもうまともの国じゃない、しかも専門家が言うのに、大体戦争の1年後はピック、つまりこれから下手するとイスラエルの国民の5割は PTSD になったら、もう国はなりたくない、だから勝利まで私たち戦うとか、勝利、例えばじゃあハマスのリーダー殺して、その後国民の5割が PTSD、 これ勝利でも何でもない、これはとんでもないこと、これから抱えることになる、でこれは戦争ってこういうもんで、これは頭に入れないと、戦争で例えばよし勝ったと、勝ったじゃない、その後はどうなるか考えないと、本当にこれを止められない、まあそれは80年前の日本もそうだったと思います、アメリカに勝つぞとか、まあ、みんなのフライパンとも鍋を持ってくれば、ね、まさに、その妹さんであれですよね、心理学の研究とかされて、そうです、それで、話していいかな、ダニーさんのね、お父さんとおじいさんもね、自分から命絶たれていて、そう、私2人とも、そのことを妹さん、
それをどう捉えるかっていう本が書かれたんですよ。そこはだから私のその妹がまだお腹のにいた時、うん、お父さんが自殺したの、うん、でそれは彼女は30歳ぐらいまで自分のせいとずっと思い込んでた。ああ、そう、口に出さなかったけど、でもう一人の妹いるか、元上に妹がいるけど、彼女は自殺についての研究して、でそれを本を出したり、でそこで初めて家族でこういう話できるようになった。それまで自殺という言葉は使えなかったの。もうなんかこう隠す隠す隠す、お父さんなんで亡くなった、あ病気って、あもう聞かないでそれ以上って感じだったのね。で上の妹がその本を書いた時、そうか、自殺って別に恥ずかしいことでもなんでもないし、うん、私たちの責任でもないし、そこで下の妹、え私の責任じゃなかった、うん、そこまでずっと、その下の妹さんが今あの、そのガザの近くにいる。そうで上の妹、また面白くずっとあの国会の仕事、国会の官僚をやってて、官僚になって官僚をやってて、結構上の方で、でその時結構いろんな集めはあった、あの抑えたけど、それをやっぱり平らな子になって、今のイスラエルの現状で、数年前まだあの定年退職の前、早く退職して、バリバリイスラエルの批判を言ってます。はい、そうなんです、すごいすごいすごいね。いや、っていうかイスラエルの方は、うん、多くの方がね、こういうヒストリーとか、うん、そういうことを、うん、あの過酷な体験の中で、うん、やっぱ背負ってきてると思うんですよね、うん、だからそのね、その話ちょっと突っ込んでしまったけども、うんうん、その亡くなった要因がね明らかではないんだけども、うん、でもおじいさんの場合はいわゆるシオニストで、あの当時いなくて、でご家族はほとんどあれですよね、アムシュビッツの辺、私の、ね、そうおじいちゃんはあの一人で来て、一人も親戚いなかったイスラエルで、その後、まあ、結婚して私のお父さんも生まれたけど、でも向こうから来た時はあのもう一人ごつ、うん、もう全て親戚が殺されていて、そうで彼は一人で、彼は実はアウシュフェンチン生まれ、あのアウシュフェンチンはあのアウシュビッツの町に生まれて、オフシンチン、アウシュフェンチン生まれ、うん、でイスラエルに来て1920年、1945年か46年、はっきりしてないけど戦争が終わって、イスラエルからアウシュフェンチンの人が生き残ったかどうかを、あのこうイスラエルのなんかこういうチームがあったので、そこにいたの私のおじいちゃん、でそこで初めて実際にどう、噂でずっと聞いてるけど、でも行って自分の目で見てイスラエルに戻って、その3、4年後自殺したの。だから何か自分の中で、それまで1920年から45年、25年間にイスラエルに普通に住んでたけど、まだどっか希望があったじゃない、誰か残ってるとか何かあるとか、でも行って、いや実は噂本当だったって、どっかってそれは何にも残してないから分からないけど、憶測するしかないけど、でもその3年後自殺してるってことはおそらく影響がある、まあこれは私たちの兄弟とかみんな、まあそりゃそうでしょうっていうことをいつでも話してます。なるほど、ね、うん、僕その話を初めてダニーさんに聞いた時に、ダニーさんはね、おじいさんなぜホロコースト生き残ったのにって、そうだ、それはまあでも広島と長崎もいたじゃん、生き残ってそれを恥ずかしいね、なんで私だけ、サバイバーズギルドっていうんですよね、生き残り症候群っていうね、だからその方もあったし、自分の親戚一人もいない、自分だけ助かって、で最後向こうにいて見て確かめて自分の目で、まあ本当そうだったって、そこどっかきっと吹き入れちゃったのに、まあ、そういうふうなね、うん、あのヒストリーも持ってるダニーさんがね、まあ、今回、まあ、祖国が襲われてもオーク戦争反対っていうね、まあ、僕はとても共感してるんですけど、その心をぜひ皆さんに伝えてください、はい、まず戦争反対は条件付きじゃありません。そうです、そうだから戦争は、私戦争反対でも、もし殺せれば私戦争しますって、これ戦争反対じゃない、これ条件付き戦争反対と私呼んでるけど、私もずっと葛藤の中、やっぱりイスラエル軍の中にいるとイスラエルがやってることは正しいと思う、うん、おそらくナチズムそう思ってたと思う、うん、今そうだと思います、ドイツ今やってることは正しい、うん、その時熱もないし何も調べないから、とにかく自分の国を疑うのは大変なこと、で私もずっとイスラエルがやってることは正しいと思い込んでたの、軍隊の中にいた時とその後も、で葛藤の中で少しずつこう葛藤があって、2006年イスラエルはレバノンでもう大攻撃して、であの
レバノンの一般市民もいっぱい殺してるし、ベイルートの高層ビルもこれでも倒してるし、爆弾で。で、その時、まあ、うちの妻カオルと、すごい討論があったの。イスラエル軍やってることおかしいよ。で、私、いや、イスラエル軍やってること確かにおかしい。でも、何か裏がある。これ、こういう軍隊じゃないよって。ずっと、まだ私は、イスラエルの味方をどっか取ろうとしたの。で、今度、カオルさんはおかしいって言ったんだ。カオルは、イスラエル軍はおかしいぞって。で、私は、でも何かある。私たちに見えないところ、何かあるだろう。ここまでやるなら何かあるだろうって。で、それは2年間、叶いたい気持ちがあったね。あった。2006年までだよ、うん、もう戦争反対と戦争は嫌だ、戦争はダメと思いながら、でもイスラエルがやってるのは正しいだろうって、うん、どっか思いたい気持ちある。2008年はイスラエルが初めてガザ攻撃で345人の子供を殺したの、うんうん、でその時私イスラエルと激しいやり取り、メールとか電話とかな、どうしたのか、レバノンではそこまでは子供は死んでないの、うん、で345人殺す軍隊じゃなかった、私がいた時、まあ、うん、私がいた時は結局いつも軍隊対軍隊っていう戦争だったから、殺しても軍人、まあそれも面白くない、中東戦争、中東戦争だね、うん、だけど2008年は345人の子供が亡くなって、私は何かおかしいぞと思って、イスラエル人とやり取り始めたら、そこでショックを受けたのは、私の一番仲良くしてた親戚、家族、うん、同級生とか、基本はみんなサハゲイ、私が生まれた育った地域いや、今回イスラエルが正しかったって、仕方がなかった、うん、仕方がないということで345人 の死を肯定するのは、これなんかこの国おかしくなったって、うん、そっから国を疑い始めて、そっから国の教育も全部お互い始めて、私たちに受けた教育ってどういう教育だったか、これは人間を幸せに作る教育か、それとも国に都合いい人間を作り上げるか、でそこで私、いや、イスラエルの私が受けた教育はとにかく国に都合よく、みんな疑問なく入隊する教育を受けたって初めて気づいたの、それ2008年です。でそこから発言を始めた、声活動も始めたし、だからいろんな人に聞かれるけど、私その時から戦争を好きな人から戦争を嫌いな人になったじゃなくて、戦争嫌いな人でも黙っていくから、うん、戦争嫌って発言する人になった、うん、そこは私の中 の本当にはっきりしてるの2008年、うん、はい、どうですか、分かります、うん、いや今のお話をお聞きしていて、まあ、イスラエルの方々っていうのはもともとそのアウシュビッツなどに代表されるね、まあ、そういう虐殺被害っていうのを背負って、まあ、来られた立場だと思うんですけれど、私の家族は実は、第二次世界大戦のさなかに台湾におりまして、私 の祖父はですね、実は台北警察署っていう今の台湾の首都ですけれど、あそこの台北警察署 の警察の署長をしてたんですよね、はいはい、で当時、の家族のこう写真を見るとですね、台湾の、民族衣装を着た、召使いの方が何人かやっぱり写ってるんですよ、はい、で歴史を後で私も勉強したんですけれど、当時台湾の中で、高砂部族っていう少数民族の山岳、部族の人たちがいて、彼らがもう反乱を起こしてですね、それをその警察だとか軍隊が鎮圧をすると、はい、でかなり死者もいっぱい出てるんです。武者事件で、ね、はい、でその当時にうちの祖父はいたはずなんです、ね、まあ、そういう意味で言うと日本の植民地政策のある意味先兵みたいな形で役割を果たしていたということを私は気づきましてですね、で、まあ、うちの父親、まあ、もう亡くなったんですけど、亡くなる前とか、それから、まあ、父親の兄弟とか、まあ、何人もその、まあ、うちの祖母も、生き残って台湾から戻ってきましたので、私はまあ祖母にずっと育てられたばあちゃん子だったんですよ。で祖母なんかはまあまあ台湾の話を美しくねこうするんだけど、うちの親父とか、それか親父のその兄弟なんかに話をするとすごく嫌がって、で、まあ、台湾に結局行きたくないと、あの当時結構日本は
高度成長してね、はい、であのみんな海外旅行とか行く始める、はいはいはい、一番最初は台湾とかに行く人多かったんですよね、はい、安いし近いし、うん、でも台湾は絶対行きたくないみんな言うんですよ、はい、で何があったのって聞いても全然口をつぐんで喋ってくれないっていう中で、だから私はまあ後から、うん、あの本を読んだりして勉強するしかなかったんですけれど、逆にだからあのうちの家族はそういう意味での加害のあのヒストリーを、うん、まあ、背負っていたのだろうと思うんです、うん、まあ、そういうことがあったからかもしれませんけれど、私の父親は日本に引き上げてきてからむしろ左翼の運動に身を投じて戦争反対とかいうようなあの運動をあの頑張っていくようになったんですね、労働組合とか入って、なるほどなるほど。ちなみにね、うん、いや僕もその辺は台湾の、まあ、いわゆる慰安婦問題、うん、僕らは旧日本軍性奴隷問題っていうふうに言ってるんですけどね、うんはい、でそれで一番親しくしたのは台湾のおばあさんたちなんですよ、うん、でその台湾のいろいろ少数民族の方ともお話ししてね、うんうんまあ、正確に言うとまず高砂部族っていうのは日本がこうまとめて山岳部族の方たちを高砂族って言って、うんうん、で武者事件っていうのはずっとタイヤル族っていう人たちがやったって言われてたんだけども最近になってそうではなくて清濁家っていう人たちが、うんその事件の中心だったっていうことになって、うん、清濁家って映画ができたんですよ、うん、ところがそれを今度は清濁家の人たちが見て、うん、なんでこんなハリウッドみたいに描くんだっていうすごいそういう深い歴史があってね。ただその中でとても大事なのは、うん、結局山岳のまあもともと平地にいた人たちがね大陸からどんどん人が来て山の上に行ってしまったっていうことなんだけども、長く山の中で生活してるから山の中での戦闘力めちゃめちゃだったんですよ。だから、普通の都市出身の日本兵が下から山にどん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 上げられるんだけども山の上でどんどんやられちゃうと、ということでどうしたのかって言ったら他の山岳部族を日本軍が使って攻撃させたんですよ、うん、でそれで、その時に日本軍はその山岳部族の戦闘力に目覚めるわけですよ。だから日本軍にどんどん徴用して、だからフィリピン戦線とかでは日本軍の戦闘には台湾のそういう山岳部族の方たちがいた。でしかもそうやってお前の夫はね、こんな広告にこれだけ貢献してるんだと、お前も貢献しろ、基地に来なさいと言ってそこでレイプされてしまう、うん、いうふうなことでつながっていてね、うん、まあだからその私の父もそうですし、まあ父の兄弟なんかもやっぱりそのリアルで現地でその当時どういうことが起こっていたのかっていうのを、まあ当時子供だったのでね、うちの父なんかは、だからその戦闘シーンをリアルに目撃したわけではないけれど、現地でのそういう空気感みたいなものをあの見てるんですよね。でそういう人たちが実は口をつぐんでしまったっていうことが日本のその戦後の歴史の中でね、あれをきちんとその太平洋戦争とか日中戦争とかをやっぱりこうあの反省も含めた形でこうリアリティを持ってきちんとこう振り返るっていうことが今日に至るまできちんとでききっていないっていうことの一つの理由だろうと思うんですね。これは多分イスラエルとパレスチナの問題っていうのも全然性質の違う問題なんだけれど、現実にどういうことがあったのかっていうことのリアリティをきちんと見て、その上でこれからは私たちが次の世代としてどうしていくべきかということをね考える、それは出発点になるはずなんですよね、どの国であっても。だからやっぱりそれぞれの国のいい点もあれば悪い点もある、その両方をやっぱりこうフェアにあの見て、次の世代っていうのはその自分たちで作り上げなければならないはずですよね。だから本当にそうですね、まあ、そういうことをまあ私はしたいと思うし、まあダニさんのご発言とかを聞いてるとまさにそういうような、あの目線でね、あのご覧になってるっていうのは本当に希望を感じるところですよね。まあ、私の受けた教育で結局12年間、まあ、小中高でその教育を受けると一つも疑問なく入隊するってことは、逆の教育すればとにかく何としても戦争はダメ、何としても平和の道への道探ろうという教育を受ければ、いや軍隊はダメという気持ちになるの、だから教育によって国を本当にすっごい希望に満ちた、ところに持っていくし、
どん底にも持っていける。だから、うん、あ教育はダメ、そうじゃない。12年間で人間変わるの。12年間で本当に平和しかない。とにかく暴力によって何も生まれないっていう教育すれば、そういう人間が生まれるの。うん、でだん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 こう、そおかしいって感じるの。でやっぱりあの中にいると、染まっちゃうの、うん、だからだって黒板の上にね、ね、国のために死ぬ、国のために死ぬのは素晴らしいって黒板の上に書いてるんだって。うん、まさに時期があるね。国のために死ぬのは素晴らしい、はてなって本を出したんです。はい、うん、そうで、これは、やっぱり例えば私も よく救助の会とかそういうところで講演頼まれるけど、その時よく言うことは、ここ今みんな戦争反対だけど、戦争になったら全員が戦争反対とは言い切れるかって、うん、おそらく80年前の日本の戦った人もその前まで、いや私戦争反対って、別に戦争反対って今の発明じゃない、もう80年前そういうこともあったでしょ、うん、でもなっちゃうと、もう本当に死を持って絶対反対の人もいるけど、でも流れちゃう人もいる。だから流れちゃう可能性あるから、とにかく戦争は何としてもそういう状況を作らない。でその状況になると、まあ、さっきもおじいちゃん何をやったか分からないもん、知りたくもないの本当はね。だけどとんでもないことをやった可能性いくらでもあるの、うん、でもその時絶対自分が正しいと思ったら、これは悪でやったんじゃない、うん、あ国のため、天皇のためと、で中にいるとそうなっちゃうと頭に入れれば、じゃあそういう中を作らない、戦争という状況を作ったらもう歯止めは効かない、うん、っていうは前提で、うん、教育はそういう、これは基本っていうのは私が見てます、はい、そうですね、だから日本もまだその、うん、少し前までは実際にその戦争体験を持ってる人たちっていうのが結構いて、でその人たちが同じように無条件でもう戦争っていうのはダメだと、はい、いうことで頑張ったから、うん、そのまあ憲法9条っていうのは、うん、まあ、確かに占領軍がそのいた中で、うん、はい、制定されたっていう、うん、複雑な経過がありますけれど、それをみんな支持したのは、うん、やっぱり実際戦争行った人たちがそういう体験に基づいてそれを、やっぱり支持したと思うんですよね。でも今もうそういう人たちがどん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 その亡くなられて次の世代になってきている中で、同じようにあの世代のことをすごく美しくこう描き出して、日本があたかもアジアに平和をもたらしたとかね、なんか欧米からの独立をそれ支援したんだとか、インフラなんかもすごくそれで整えられたとか、まあいろんなことを言ってその美しく描いて、で今日本はその中国や北朝鮮やロシアやいろんなところがその非常にこう武力で、その物事を解決しようとしている中で、今こそ立ち上がらなければならない、まあ、こんな感じでですね、同じ構図がまたこう出来上がろうとしているいう時に、本当にそうなのかというのをやっぱり冷静に振り返る、まあ我々の世代のそれは責任でもあるのかなとは思いますね。僕のね、おばさんがね、日教組っていう日本の教育組合の第一世代で、で彼女はまあ僕の父もおばも普通に愛国青年、愛国少女だったわけですよ。で彼女は22歳で1945年に代理教員になって、教員が足りなかったので、はい、そしておばは熱烈に祖国を愛していたので、どんどん教え子を戦場に送っちゃったんですよ、うん、で特におばが忘れられないのは、おばあさんと孫しかいない家庭があって、それは絶対徴兵では取られないんですよ、当時の日本でも家計が担当だったんです、はい、ところが本人はもう行きたかったわけですよ、戦争に、それでおばあさんが家が途絶えるからダメだって言ってるのを、僕のおばが言って、ね、おばあさん、お孫さんの、ね、祖国を思う気持ちを無下にしてはいけませんって説得して出征させてしまって、で特攻隊での杖として消えてしまったんですよ。だから僕は見たことないんだけど、おばあはその戦後の、大会に出ると壇上で、皆さん戦場に教え子を送り出したら私ですって言って、うわーって大泣きしたんだよね。なるほど、でもそういうことがね、やっぱり戦後の平和教育っていうか、前にもダニーさんと話したけど、僕はその片鱗を受けてるわけ ですよ、やっぱり平和の統率さっていうのは、特に先生方がそういうふうなことをね発してくれたっていうような、だそれをどうやっぱり守り育て大きくしていくかっていう時にね、
ダニーさんはリアル今リアルタイムでそれをしてるわけで、うん、まさにリアルタイムで、うん、しかもたくさんの人が周りが殺されて、うん、ある意味では、ね、憎いと思う気持ちは分かるっていう中で、うん、その時に戦争反対言ってるわけでしょ、うん、でもどうですか、ダニーさん、いろいろとそれはなんていうかバッシングとかもあると思う。いや、あります、あります、うんうん、だからもう今イスラエルでとにかくガザ攻撃やめようっていうだけでもう非国民扱い、うんうんうん、私まだ日本だからまだ安全だけど、うん、イスラエルの中にいる人も本当にあの身の危険が、うん、感じる人いくらでもいる、まあ、そういう友達とつながってるフェイスブックでね、うん、だからイスラエルの外からまだ私が甘えてるか、ね、言いたい放題だけど、うん、中にいる人はそういう発言するのはもう今3ヶ月経ったから少しずつこれもう少しずつ出始めたの、うん、もう戦争やめよう戦争やめよう、とにかくまず人質解放人質解放で、その後また戦争続けていいとか、まあ、その中でまたそういう人いっぱいいるけど、でも初めの頃私とにかくもう1日目からとにかくもうイスラエル大攻撃出ると分かってたから、うん、1200人が、うん、もうとにかくやめようよ、こうもうじゃあそのままでいいですか、いやそのままでいいよ、とにかくどっかでもう歯止めを聞かせないと、もう次の憎しみがもう10倍に決まってる、うん、2万1000殺されたら220万人の憎しみ持ってる人が残ってるよそこで、うん、どっかで止めなくちゃいけないだと言いながら、私は例えば本当に戦闘機のパイロットにならなかったけど、なっていたら絶対落とした、爆弾分かる自分で、うん、いや私一般市民殺さないでこんな可愛いもんじゃない、うん、絶対私殺したよ、何人も何人も、私の友達も、まあ、今ちょっと私も現役の人いないけど、でもレバノン戦争で何人も殺してる、うん、でもみんな素晴らしい人だよみんないい人、うん、だから戦争でいい人も平気で人を殺すようになります。ナニーさんはね、自分はねパイロットにならなくてよかったっていうふうにね、なぜかというと自分はすごく真面目な人間なので、うん、パイロットになったら真面目にパレスタの子供たちを殺してただろうって疑問もらう、うん、絶対分かるよ、一つも疑問もらう、うんうん、そう、やっぱりそういう殺戮の応酬みたいなものが、うん、もうこれもうどっかで止めないと永遠に続きますよね、うん、報復合戦っていうのはね、はい、これはまあ理屈では誰でもそれはそうだよねというのは分かっていても、現にそういう中に身を置いてしまうとなかなかもう止まらない、はい、だからこそそれはその当事者から発信を求めるっていうよりは、まあ国際社会の中でまあどういうふうにそういう声を上げて自制をその当事国にね、求めていくかっていうことがすごく大事だと思うんですよね、まあ、そういう意味で言うと日本っていうのはある意味その広島や長崎でものすごいジェノサイドを受けながら、まあそのことで報復っていう道ではない形でその平和国家への歩みをまあ進めたわけですから、まあそれがいいか悪いかっていうね判断はいろいろあると思うんだけれども、やっぱりで憲法9条っていうのがあって、で非核三原則とか、まあそういうこう平和国家としてのまあ歩みをまあ進めてきて、で世界的に見ても日本の言うことだから信用するっていう人結構いますよね。いますいます。それは東ティモールなんかで、うん、ね、民族的な衝突が起こった時に、うん、まあ、日本 の、 その、国連で派遣されてた、石崎さんだとか、うん、日本人のお前の言うことだから信用するって言って、うん、軍閥が全部軍備、解除にね、うん、応じたとか、うん、アフガニスタンなんかでも、うん、その国連の高等難民弁務官事務所に勤めていた町田さんっていうね女性の方ですけれど、彼女が実際に聞いたのは日本人の言うことだから信用すると言って、うん、その武力闘争的なことをね、うん、現地の人がもう思いとどまるっていうようなこともあったし、もう世界中でそういう、まあ、ある意味日本の戦後のその外交のいい面だと思うんですけれど、実際にやれてきたわけですから、うんうんうん、やっぱりそういう日本が今そのイスラエルと、パレスチナのこの問題についても、うんうん、その発言をする資格もあるし、そのことのインパクトっていうのもきっとあると思うんですよね。そういう役割をまあ日本が、うん、僕は果たすべきではないかと思いますけれどもね、うんうん、それをね僕はねやっぱりな僕ら誇れることは民間の側からもやってきたっていうことで、うん、まあ、アフガニスタンで今中村哲さんですよね、うんうんうん、で中村さんが本当に地元の長老の、ね、方たちにすごく尊重されて、うん、実はその部族間の構想も
中村さんがいたから収まったって、うん、ドクター中村が言うんだったらもう、まあ、要するにもう、武器を下げるっていう風な ね、うん、そういう風に作ってきた信頼っていうのはあると思うんですよ、うん、まあ、ね、日本の誇れないところいっぱいあるし、うん、あの上げつらえば悪いところもいっぱいあるし、うん、アメリカの核の傘にいたじゃないか、それはその通りだし、まあ、非常に恥ずべきこと直さなきゃいけないことはあると思うんだけども、でも僕はやっぱり、まあ、僕被爆2世でもあってね、うんうん、やっぱり被爆者は一度も原爆でアメリカに報復せよなんて言わなかったわけですよ二度と原爆を受ける人を作らないで、もう二度と被爆者を作らないでっていう風なね、僕は究極の愛だと思うので、ね、うん、まあ、そういう僕らがあのダニーさんと固くやっぱり、ね、団結してね、はい、うん、一緒になって平和の声を ね、やっぱ上げていきたいと思いますよね、うんうん、まあ、京都は、うん、まあ、今回の市長選挙を通じても、うん、まあ、いろんなところでお話はしてるんですけれど、実は原爆投下の最終候補地の一つに残ってたんですよね、うん、あまり知られてませんけれど、ね、私も今初耳です。そうなんです、うん、だから建物残しておいた、要するに原爆落ちた時に威力を測るために、うん、原爆の投下候補地はわざと空襲しなかった。なるほど。だから広島は安全だと言って たくさんの子供たちが疎開してたんですよ、うん、なぜか広島を襲われない、うん、なんかね広島ってね、うん、移民圏でね、うん、ハワイとかにすごく広島の人が行ってたから、うん、だからアメリカは広島は襲わないんじゃないかとか、まあそういう俗説も流れてね、うん、はいはい、広島は安全だと思って広島に行っちゃった人もいたんですよ、うん、それは要するに原爆の威力を知りたいから空襲しなかった、うんうん、まあ、京都も、うん、当時、うん、まあ、日本が大東亜共栄圏というね、うん、名のもとに東南アジアだとか、うん、各国からその、まあ、優秀な学生なんかが京都大学だとかですね、はい、やっぱり留学に来たりしてたんですよね、うん、で朝鮮半島の人たちもたくさん住んでて、今でも京都市 この南区っていうエリアは人口の 5% ぐらいが朝鮮半島出身の人たちが住んでおられるっていうね、はい、まあ、そういう多民族都市なんですよ、うん、だからそこが万一原爆投下の被災地になっていれば、これは日本人だけじゃなくて、うん、本当にこう世界の人たちが すごい大きな被害を、ね、はい、まあ、受けることになった、まあ、こうかこうか、まあ、そういうことを免れたんだけれど、少なくとも一歩間違えればそういうことになってた可能性がある、うん、まあ、そういう歴史を背負っている町でもあるので、うん、そういう町だからこそ平和の思いっていうのをね、うん、やっぱり発信をしていくっていうことにすごく大きな意味が、うん、はい、あると思いますね、うん、はい、うん、今度何としてもですね、ね、福山さん、いや、ぜひね、本当に、はい、すごい希望を感じます、ね、福山さん、ありがとうございます、ね、福山さん、はい、そうなったらぜひ京都市としてダニーさん、うん、あ、ぜひお招きをして、ああ喜んで喜んで、で盛大にやってね、うん、京都市から皆さんね平和を作りましょうと、うん、いやー喜んで喜んでね、うん、ぜひぜひやりましょう、はいはい、ですよね、うん、うん、じゃあ必ずそれをやりましょう、はい、ということを最後の時間にして、はい、いやー、ありがとう、ありがとう、今日は本当にありがとうございました、いやー、ありがとう、本当に頑張ってほしい、はい、はい、ありがとうございます、お互い頑張りましょう、はい、ぜひ、はい、ありがとうございます、はい。